今回は9月16日土曜日から開催されている尾道芸術祭十字路尾道アートクロスローズについてお送りします。お話は尾道市文化振興課の西田弘子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。尾道で初となる芸術祭が開催されています。ここ西御所経営和屋3号倉庫も会場の一つになっているということですが、芸術祭について詳しく教えてください。はい、尾道芸術祭十字路尾道アートクロスローズは、尾道市とアートベース桃島、エアー尾道、NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトが連携して開催する芸術祭です。9月16日土曜日から一部の会場で公開が始まっており、12月3日日曜日まで市内のさまざまな場所で現代アート作品をご鑑賞いただけます。9月16日から始まっているということですので、まずは9月16日土曜日から公開されている会場について教えてください。はい、桃島島内ではアートベース桃島、五右衛門風呂の家オツ1731、旧桃島島営劇場日照館、この3会場で公開が始まっています。どの会場も公開時間は10時から17時、祝日を除いた月曜日から水曜日は休館日となっています。石内美也子さん、柳幸典さん、原口典之さん、山本元井さんなど世界的に有名なアーティストが多数参加されています。他にもすでに公開されている会場はありますか？はい、ここ西御所県営宇和屋3号倉庫と本通りにあります旧八木文教展を9月16日土曜日から公開中です。公開時間は11時から17時、祝日を除いた月曜日と火曜日は休館日となっています。ここ宇和屋3号倉庫では柳幸典さんのプロジェクトゴジラと原口典之さんの F8E クルセイダーとのコラボレーション作品がご覧いただけます。このプロジェクトゴジラは本当に迫力ある作品ですよね。そうですよね、宇和屋3号倉庫の大空間で迫力のある作品展示をお楽しみいただけると思います。そして11月4日土曜日からはその他の会場も公開が始まるんですよね。はい、11月4日土曜日からは通称ガウディハウス、高橋家、光明寺会館で作品公開が始まります。通称ガウディハウスでは渡辺義隆さんの旅のフィールドノート展、高橋家では横谷奈穂さんのインスタレーション作品を公開します。通称ガウディハウス、高橋家、どちらの会場も公開時間は11時から17時です。11月4日土曜日から12月3日日曜日の間の土日祝日のみの公開となっています。光明寺会館ではどのような作品が公開されるんですか？光明寺会館ではマレーシアのアーティストシュシ・スライマンさんの作品オーガナイジング・アバンダンのアーカイブルームが公開されます。公開時間は11時から18時となっており、火曜日と水曜日が休館日です。本当にたくさんのアート作品を楽しめるということですが、会場によって料金が異なっています。料金について教えてください。桃島島内の会場は大人1000円、大学生800円です。また西御所県営宇和屋3号倉庫は大人500円、大学生300円となっています。桃島のチケットを提示すると宇和屋3号倉庫は無料でご覧いただけます。どちらの会場も高校生以下は無料となっています。その他にも料金が必要な会場はありますか？はい、ガウディハウスへの入館料が300円となっています。
その他の会場はすべて無料です。多くのアート作品を見られるまたとないチャンスですよね。またその他にもイベントも開催されるんですよね。はい、そうです。アーティストによるトークイベントや関連映画の上映会などを予定しています。尾道市のホームページやフェイスブックでお知らせしていますので、ぜひチェックしてみてください。尾道芸術祭に関するお問い合わせは尾道市文化振興課、電話番号0848-20-7514までお願いします。それでは最後に一言お願いします。尾道芸術祭十字路尾道アートクロスローズを開催中です。9月16日土曜日から随時公開が始まっており、12月3日日曜日まで尾道市内のさまざまな場所で作品をご覧いただけます。皆様のご来場をお待ちしております。詳しくは広報尾道または尾道市のホームページに掲載されていますのでご覧ください。この時間は尾道芸術祭十字路尾道アートクロスローズについてお送りしました。西田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。